はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンさんと弊社リングジャックとすごい長い付き合いだと思うんですけど、はい、あの2人が、初めて会った時の印象とか何年前とかどういった印象ですか？初めて会ったのはもう社長とお会いしたのは30年以上経ちますよね。多分もうちょっと経つんじゃないですか。多分渋谷の黒、渋谷の今もうなくなってしまったクロージングサロンがあった時に、はい、福島社長が、まあ、その時店長だったスタッフと商談するのによくいらっしゃってた時に、はい、リン初めて僕もお会いしたんだと思うんですよね、はい、ですから初めて会ったっていうともう本当30年以上ですよね。なると思います、はい、でその後武藤さんがインターナショナルギャラリービームスに行かれて、はい、でお世話になりましたし、うん、でその後ブリラを立ち上げられて、はい、もうブリラって何年、20ブリラもう25年ですか。25年ですよね、はい、それ以来ずっとっていう感じですよね。はい、長い間いえいえこちらこそありがとうございます。最初の時の第一印象とお互いどんな感じだったとか覚えてられますか？いや僕はですからそのビームスに入ってまだ2年か3年ぐらいしかしてなかったんで、まあ、当然そのリングジャケットさんって言ったら、まあ僕がビームス入る前からやっぱり有名な工房というか工場だったんで、やはりそのそこの社長さんがいらっしゃったなんて言ったら僕も非常に緊張してた覚えがありますね。やっぱり当時もあの頃ってあのリングジャケットさんってメンズクラブさんにあの一面の広告出してたじゃないですか、はい、そういうのを見て、あ、日本にはこういうリングジャケットさんっていうすごい工場があるんだなって言ってなんか憧れてた思い出がありますね。ありがとうございます、はい、僕はこう武藤さんにこう、まあね、30何年いろいろお世話になってきて、やっぱりまあ、服はもちろんのこと食への指導がすごかったと思うんですよ。食ですか？はい、うん、今でもずっと行かさせていただいているのが、はい、四ツ谷の牛タン忍、はい、それから、まあ、銀座から新橋移転したんですけど焼き鳥のぶどう屋、はい、それから当時一回連れてもらった本徳さんが多分銀座のクロージングサロンにいてる時だったと思うんですけど、はい、畜養亭のマグロ茶漬けの大茶漬け、はい、それ と、その当時は銀座の4丁目の地下にあった資生堂パーラー、はい、これを武藤さんに教えてもらって、ええ、今だに全部行ってます。あ、そうですか、はい、随時ぶどう屋移転しちゃいましたもん ね、 ねえ、でも復活してくれてよかったです、はい、本当に。あとすみません、社長から見てビームさん特にこう武藤さんにされているブリーダーペルイグスとこう、まあ、魅力というかどうなんですか？まあ、ずっと、基地のセレクトの時からずっと、まあ、見てこう記事選んでる記事を見てるんですけど、やっぱりこうなんかこう明るいものっていうんですか、もちろんダークなものはもう最高のクオリティで華やいだものというのを選ばれているように思うんですね。それとうちの工場の中で、まあ、ちょうど今頃なんですけどブリラのジャケットがザーッと流れてる時になんか工場の風景が変わるんですね。なんかこう華やいだようになるんです。まあ、スーツの時もどっちかといったらそのダークなものもありますけど、ネイビーもなんかロイヤルブルーとかそういうものをよく選ばれるんで、本当にこう工場なんか華やかになって、やっぱり塗ってる人もね楽しいと思うんですよ。武藤さんのセレクトを塗ってるっていうのは、はい、なんかすごいそういうイメージがありますね。ありがとうございます。やっぱりこう色とか素材とかそういったものでちょっとこう他と違う、うん、やっぱりもうワントーン明るいっていうんですか、とか柄もジャケットだったら大きめとかになるんで、なんかこうすごいこう本当のお花畑みたいな感じに売ってしまう。武藤さん、そのブリラのこうコンセプトというか、やっぱりこう生地の選び方とかそういったものもやっぱりブリラならではのとかやっぱりあるんですかね？やはり上質なものというのがまず大前提にありまして、その中からやはりベーシックな色とか柄、そういうものはビームスの中にビームセーブっていう別のレーベルがありますから、まあ、そちらの方が十分ベーシックな生地は網羅してるんで、その中でそのブリッダの考えるペルソナっていうのはやっぱり
まあ、30代後半、40代、50代、まあ、それ以上のお客様もいらっしゃいますし、そういった中でやっぱりあのいくつになってもお洋服が好きな方、それでいくつになってもやはりあのかっこよく見られたいと思っているような方、まあ、そういった方っていうのをすごいあの念頭に置いて生地選びをしているんで、やはり今福島社長におっしゃっていただいたみたいに、やはり明るめのトーン、そういったものっていうのはやはり多く選んでますね。でネイビーのものだったりグレーのものだったり、そういったベーシックカラーのものはもちろんカシミヤ100だったりカシミヤ50とか、このロロピアーノさんのロイヤルウィッシュだったり、まあ、そういったものの中からやはりネイビーのベーシックなカラーは最高級の素材というのを選ぶようにしております。ありがとうございます。やっぱりいい素材っていうのが一つこうキーワードになっています。そうですね、このロロピアーノさんのやっぱりいい素材ないといい発色もしないし、肌触りスーツなんか特に一回こうパンツに身を通すとか、まあ、ジャケット着てもやっぱ柔らかい方が絶対気持ちいいと思うんで、特に、カシミヤのコートなんか着たらこの軽さはないですから、やっぱりいいものいいものってなっていくと思うんですね。あとは夜なんかのシーンでもやっぱりいいスーツの方があのオレンジ色の光、蛍光灯じゃなくてオレンジ色の光の下に入った時にすごい発色のいい光沢感が出るんですね。だからやっぱりそういうのもあって、やはりあのブリッダーを着てる男性っていうのはお仕事も当然バリバリしてるし、まあ、夜は夜でやっぱりそういう飲みに行ったり食事に行ったりした時にもやっぱりかっこよくいてほしいなというところがあるんで、やっぱりそういうところもすごい重要な生地選びの一つになってますかね。と2人から出てきたキーワードとして、やっぱりかっこいい男、かっこいい大人の男性みたいなキーワードがあったと思うんですけど、やっぱりこういい素材だったりとか色とか、うん、その辺りがやっぱりこう重要になってくるんですね。今言ったみたいにやはりあの最高級の素材で最高級 の仕立て、そのスーツをやっぱり着ていただくっていうのがやっぱりそういうかっこいい男の一つだと思うんですよね、うん、ですからやっぱりこういったロロピアーナの上質な素材にリングジャケットさんの、まあ、日本一というよりはもう今世界でもう何本の指にも入るような素晴らしい工場なんで、そういったところで仕立てたもの、そういうのを着てあの昼も夜も活躍してくれるっていう人がやっぱり僕にとっては一番かっこいいのかなというふうには思いますけれども、元田さんの考えのかっこいい男っていうのは昼間の仕事もできて、こう 夜もこうかっこいいっていうか、そうですね、やはりあの、まあ、もちろん昼間お仕事されてる昼間のシーンがかっこいいっていうのは非常に重要だと思うんですけども、まあ、それであの会社と自宅の往復みたいな感じっていうのはやはり、ね、夜どっかに出かけたりしてもらってた方がなんかかっこいいのかなっていう、夜は夜の顔があって昼は昼の顔がある男性っていうのがやっぱりかっこいいのかなというふうには思いますね。福島社長がもうかっこいい男っていうよりやっぱり、まあ、あの武藤さん言われたようにあの昼と夜もあるし、やっぱりこう TPO わきまえた男性っていうのがなんかかっこいいと思うんですけど、まずあの、ね、大事な契約とか目上の人に会うっていうのはやっぱりきっちりしたスーツにピシッとタイドアップしていかれるし、でかといってこうねちょっと砕けたところで飲む時っていうのはジャケットの方がかっこいい時もあるじゃないですか。そういうこうシチュエーションに合わせてこういろいろ使い分けれて、やっぱりそれでやっぱり仕事もできて夜もまあ遊ぼって言ったら語弊がありますけど、まあ、結構こう飲みに行ってこう世の中調査したりとか、まあね、あの同僚の息を抜いてあげたりとか、まあ、そういう男性がやっぱりかっこいいと思いますよ、うん、まあ、今こうドレスクロージングこれスーツジャケットってこうコロナの影響もあって、まあ、ちょっとこう着る機会が減ったとか、うん、こう全体的にこう否定的な意見も世の中にあるのも事実だと思うんですけど、これからのそういうドレスクロージングというかテーラードのジャケットスーツには、どうなっていくと思いますか。
テーラードのスーツジャケットっていうのがなくなることはないと思うんですね。でやっぱり今ビームスでもこの時期スーツものすごい好調に売れておりますけれども、やっぱりなんていうんですかね、会社の中で地位が高い方ほどスーツをご購入されてるっていうのが目立ってるんですね。だからやはりそういう少し上の方なんかは絶対こうスーツを脱ぐようなことはないと思いますし、今福島社長おっしゃったような契約の時になんか T シャツ1枚で契約みたいのっていうのはやはりありえないでしょうから、やっぱりスーツジャケットっていうのはなくならないと思うんですね。でジャケットっていうのはやはりカジュアルっぽいジャケットもかなり今多く出てきてまして、ジャージのジャケットなんか出てきてますけれども、やっぱりこういうテーラードのジャケットっていうのを、まあ、お仕事に着られたり、あとは休日プライベートの時にやっぱりテーラードのジャケットを着てる方なんか街でよく見かけますけれども、やっぱりそういう方はやっぱり身なりがすごいしっかりきちっとしてますからね、まあ、ですからそういう考えるとやはりテーラードジャケットっていうのは見てる相手、まあ、例えば奥様だったりご同僚の方だったりもそうですけども、そういう方が見て絶対間違いないと思うんですよ。だからテーラードジャケットにしてもなくなってしまうっていうことはないんじゃないですかね。これからもずっと続いていくと思いますよ。ただそれがネイビーだとか黒だとかっていうことではなくて、例えばキャメルカラーだったり、僕が今着ているような明るいブルーだったり、そういったものがもっとたくさん出てきて、もっとジャケットのチョイスっていうのはもっと柔軟になってるんじゃないかなとは思いますけどもね。ありがとうございます。社長どうですか。その若い年代の層でテーラードがなくなっていくっていうのはわからないでもないです。さっきでも武藤さんが言われたようなやっぱり社会的地位の高い方はなくならないですよね、必ずね。やっぱりその言ったように契約であるとか、そういういわゆる仕事の勝負事の時っていうのは必ずテーラードスーツを着てライドアップして行かれると思うんですね。で、まあ、ホテルでもそうなんですけど、お客さんを出迎える層っていうのも必ずネクタイされてますし、スーツも着られてますし、だからそういう社会的地位の高い方が本当のこう世の中で活躍していく場合には必要なもんだと思いますし、でかといって50代ぐらいの人が、まあ、休日でもさっき元さん言われてたように遊びに行く時でもかっこいいじゃないですか、カシミヤのジャケットとか着てたら、そういうやっぱり着方がやっぱりどん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 これから増えてくると思うんですね。やっぱり50代ぐらいの方がね、シャツジャケットみたいなペランペランのやつ、まあ、語弊はありますけど、そういうのを着ててあかっこいいなとは思わないですもんね、見てて。やっぱりこうね、犬散歩させる時とは違いますけど、都会で遊びに行く時っていうのはやっぱり必ず必要不可欠なもんだと思います。ありがとうございます。あとまあこうスーツとかジャケットの着方もちょっとずつ変わってきてる部分もあって、以前は必ずスーツとかジャケットタイドアップみたいな前提だったのに対して、今日本当にお二方ともニットで合わされたりとか、まあ、そういったちょっとこうスーツとかジャケットの着方っていうのもこう時代とともに変わってきてるかなと思います。そのあたりについてどう思われますか。数年前からやはりジャケットにシャツじゃなくてジャケットに T シャツだとかジャケットにニットを着るっていうのがやはりイタリアなんかでも増えてきて、まあ、そういうのがイタリアの方の市場でも結構定着してきて、まあ、僕なんかもそうですけれども、やっぱりニットでこういうテーラードジャケットにニットで合わせたり、夏だったらテーラードジャケットに T シャツ着たりっていうスタイルがもうほとんどほぼ毎日のはこんな感じで、もうジャケット着た場合にタイドアップするってことは今ほとんどないんですけれども、やはり もちろんそのジャケットにタイドアップっていうスタイルはありますけれども、もっとこう気楽にジャケットを着るっていうスタイルが、僕なんかだいたいデニムで履くときなんかが多いんですけども、ですからこういう気楽にテーラードジャケットを着るっていうスタイルが非常に今のところ僕は気に入ってて、なんかジャケットっていうと必ずシャツ着てネクタイしなきゃいけないみたいなのってなんかビームスのスタッフの中にもあるんですけれども、やっぱりそうじゃなくてもっと自由な着こなし方でジャケットを着てもらいたいな。今福島社長みたいにこうタートルでお合わせになったりしてますけれども、もちろんタートルなんかやモックネックなんかに合わせてもいいですし、
ジャケットイコール態度アップみたいな感じではなくて、そういういろいろなインナーの着こなしでいろいろ楽しめるっていう、あのコーディネートいろいろあのご覧になっているお客様なんかも考えていってほしいなとは思いますね。ありがとうございます。社長と、あの僕も武藤さんと同じでジャケットの時は必ず態度アップはしないんですね。でスーツの時はあの結構します、態度アップは。まあ、今日の方があの珍しいんですけど、やっぱりこうキリッとするじゃないですか、ネクタイしたらなんか背筋が伸びたように、それがまた好きで、やっぱりそういう、まあでもまあスーツだからあのタイドアップする、必ずしなさいってことじゃなくて、まあこういうのもありますし、まあ自由に楽しんだらいいと思うんですよ、ファッションだから何も規制がないんで。ただでもやっぱりもう目上の人とか大事あの契約とかっていうのは必ずタイドアップしてます。だから自由に楽しんでもらったら、人にこう不可解な印象は与えなかったらいいと思いますけど、やっぱりこうテーラードジャケットっていうのはこうタイドアップしてきっちり見せることもできるし、こう大人の遊び着としても使える、こう、はい、幅広い着こなしができるアイテムなのかなと改めて、はい、そうですね、ありがとうございました。どうもありがとうございました。